こういった基礎知識ですよね、を理解しないまま、えー、ドイツの社会に出てリーダーになることは許さないということを言ってるかのごとく、<laughs> 皆さんこんにちは筑波大学人文社会系がお送りする人社チャンネル人文社会系の学問の魅力をあの皆さんにお伝えしたいというアーカイブ番組です今日は柴田雅子先生にいらしていただきました柴田先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、うん、あのまずは先生の,あのご研究の内容からちょっとお伺いしたいなと思うんですけれど簡単に教えていただけますか えー、いろんな捉え方はあると思うんですけれども一言で言うと、えー、比較教育学というものをこう専門にしていますあの。教育学なんですけれどもあのどちらかというとあ,のあまりミクロなクラスルームマターというよりは、えー、私はこうマクロな、えー、視点で教育というものをこう捉えようというふうにしています。で特にあの えー、大きな特徴としましては、あの比較教育学、一つはあの目的としてこう、いろんな国とか、まあ、社会でもいいんですけど、あの社会集団でもいいんですけれども、それを比較することによって、自分が興味、関心を持っている、まあ、国や社会、えー、文化圏、まあ、そういったものの特徴を、えーえーまあ、浮き立たせるという。 これが一つの目的ですで。もう一つの目的というのは教育は特に近代の国民国家形成以降国家の根幹になっていくんですけれどもその国家の根幹である教育を通してそれぞれいろんな国が自分の国をよくしようと思って他の国の教育政策なり なプラクティスなりをこう、まあ、研究したりして自分のところに取り入れるもしくは、まあ、あの強大な経済力とか、うんえー、政治力を持って、えー、自分のところの,この、えー、教育を、まあ、他の国にこう影響を及ぼすと。まあ、そのような、えー 教育比較教育の中ではエジュケーショナルトランスファー教育の移出とか移入とか、まあ、国境を越えたまあ教育の交流ですねそういったえ相互の影響、まあ、そういうものをこう分析することを、まあ、あの主な目的にしているという学問です。 で特に私自身の、えー、と興味の関心、まあ、地域的な関心でいうと、えー、ドイツですねドイツを中心とした、えー、ヨーロッパ、まあ、それとこう日本なんですけれども、まあ、一番あの、えー、小さい頃から関心のあったドイツとこう日本を、えー、ずっとこう比較う検討することによって、えー、自分の国のこう日本の特徴を捉えたいな。でどあの 自分がずっと好きだったドイツの、えーえー、ことをもっと知りたいなっていうのがこう出発点で、えー、それがまあ地域的なあの中心関心事項で、えー、テーマ的なあの、えー、関心というのはあの、まあ、大きくくくると国際紛争と教育というものを非常に、えー、興味を持って取り組んできました。 で国際紛争でも特にあの、まあ、興味があったのは第二次世界大戦、うんえー、ですねその第二次世界大戦と、えーまあ、特に興味関心のあるドイツや、えー、日本とのこう関係をこう見てきたということです。小さい頃からあのドイツにあの興味がおありだったっておっしゃったんですけれどもあのもう少し具体的に教えていただけますか 特に、えー、何かその親戚にドイツ人がいたとか、あのーえー、そういうことでは全然ないんですけれども。 うんなんか気がついたら、えー、ドイツが好きだった多分あの、えーまあ、ドイツの,そのクラシックの、えー、音楽が小さい頃から身の回りにあったということがそあのその、えー、出発点かなというふうに、まあ、い今になって思うとそうかなと思う、えー、感じです、まあ、となので、えー、直接的な何かこうあの、えー、決定的なきっかけがあったというわけではないです。あの私もあのドイツ が好きでしかも音楽がとても好きなんですけれどあ例えば先生はのドイツの音楽っていうとどういうのをお聞きになっていらしてどういうのがお好きだったとか教えていただいてよろしいですか、はいえー、っととてもベタなんですけどベトンがやっぱり大好きです素晴らしいと思うのは、えー、私たち、まあ、というか私のような、まあ、地球のすごく離れたところに全然違う何百年も経った人が。 あのこの世に、まあ、こんなに美しいものがあるのかと思う、えー、人が心を打たれるものがあるそういうものを生み出した文化というか、まあ、人というかというのはまあ素晴らしいなっていうふうにも思ってまして、まあ、そういう意味でどういあの、えー、特にまあ有名なベートーンとかが好きっていうことですねあとは、えー、あのオペラが好きなのであのワグナーもえー好きですしイタリアオペラも好きですし。 えーというところですかね。うん、はい。伊賀先生はどういう音楽がお好きなんですか、ドイツの。ドイツそうですね。私もベートーベン大好きで、特にあのあの交響曲の四番とかはもうとっても大好きで、あれをこう聞いてあの車に乗るんですけど、えー、あれをかけると知らない間にこうスピードが上がってしまって。そうでしょう。だからねあのね車を運転するときはおかけないんです。<laughs> だいたい事故を起こす時っていうかねこする時はかけたりしてますのではいあとシューマンが大好きで全然ちょっとこう雰囲気違う2人そうですねベートーベンを聴いてるともう本当にベートーベン大好きと思うんですけどシューマンを聴いてるとやっぱりシューマンが一番好きとか思ってしまって。なるほどうん ワーグナーっていう話がちょっと出たんですけれど、はい、そのワーグナーとあのやっぱりこう切っても切り離せないっていうそのナチのまあ関係っていうのも、はい言われてますけれども,、えー、も第二次世界大戦の頃の,そのドイツとまあ日本その教育のことでもあの文化の比較っていうことでもあのその辺からお話をじゃあ。 聞かせていたそうですね、私、そうあのもうそもそもの,あの出発点は、第二次世界大戦で日本とドイツが、まあ、敗戦をした後、えーまあと、これは得意なこう事例になるんですけれども、戦後占領教育改革が行われて、まあ、普通、あの戦争というのは軍事衝突ですので、まああの えー、それなりの,その国際法に従った、えー、あの処理の仕方っていうのが行われて、まあ、基本的にはあのその国の制度とか法律とかはまあ触ってはいけないこれは、まあ、いわゆる秩序を回復するということがまあ基本的な約束事なんですけれども日本とドイツの場合はちょっと得意でですねこれらの非常にまあ非民主主義的で軍国主義的で。 えー、全体主義的な国、まあ、これらの国っていうのは、まあ、そういうあの通り一遍の処理の仕方では、えー、危ないと、また脅威世界の平和に脅威を及ぼす国になるということで、まあ、徹底的に精神的に変えないとダメだというところで、えーまあ、これ、再教育と言われたんですけれども、あの それが、えー、私の興味関心の出発点でした。で戦後その、えー、再出発するために日本とドイツの教育を連合国軍がまああの変えると。まあ、それによって、えー、それぞれの国民の精神的なこう、えー、出発点を探るというようなことが、まあ、得意な例として戦後、えー、改革がまあ行われたんですけれども。あの もともとはその、まあ、結果はまあ見えてるんですけれどもその結果蓋を開けてみるとドイツはあまりほとんど変わらなかった教育制度が。えー ところが日本の場合はほとんど、えーまあ、180度こう変わってしまったと、まあ、もの,のによってはまあ見方によってはまあえ維持したというふうな見方もできるんですけれども、まあ、非常に抜本的な大きな改革が日本の場合はなされた。これはなんでこういう結果になったのかなっていう私のこう疑問がまあ出発点でした。であのもう少しまあ最近になると、えー その、まあ、教育改革を出発と視点として、まあ、両国が戦後、まあ、どのように成長してきたのかなっていうのを、こう、最近の、えー、研究として見ているという風うなところです。はい。あの、ドイツと日本で、その、まあ、教育改革っていうのが、あの、違ってたっていうことなんですけど、はい、あの、どんな風に違ってたんでしょうか？そうですね。基本的には、あの。 えと私は大きく3つをあの違いがあるというふうに思ってまして、まあ、あの結果としては、まあ、ドイツは基本的にはあの学校制度が、えー 初等教育が終わった段階であの、まあ、あの中等教育でこう分かれていくんですけれども就職組と、うんえー、それからまあ中間とあとはまあ大学進学組と、まあ、それが非常にまあアメリカ的な民主主義の概念から考えると非常に非民主主義的だと。 まああの小さいあの子どもの段階であの人生をこう決めるっていうのはまあかなり親の経済力です,ですとか親の学歴なんかが反映されるのでその子自身のこう成長をなかなか伸ばしきれないと。 いわゆる、えー、マルチトラックスクールシステムという、まあえー、複合型、えー、学校制度ですねこれがあの、まあ、否定されたんですけれどもドイツの場合はそれは民主、えー、主義とは何も関係ないということで、うん、まあ跳ねどけてですね今も維持しているといろいろアレンジはされましたけれども。えー 対してこう日本の場合はやはり日本も戦前いろんなあのいわゆる伏線型の学校制度があり尋常、まあえー、小学校終わった後、まあそれぞれ就職組とか、えーまあ、極端な例で言うと帝国大学に行く人もいるし、うんまあ、それはかなり小さい段階で分かれていってなんですけれども、まあ、ご存知の通り、えー、日本というのは6333 4世という、まあ、いわゆる単線型の学校制度に、まあ、ほぼ一夜にして急きに変わったと、まあ、これは一つの,、まああのえー、大きな,あのなんていうの違いだったと思います。でその他にもあのドイツはいろいろこう、えーまあ、アメリカを中心として、えー、改革を促すんですけれども、まあ、ほぼ、うんまあ、ナチ時代の えー、教育を排除するというところは、まあ、皆さんが合意するところで、うんえー、だけれどもアメリカが提案したようなアメリカ型の民主主義的な概念に基づく教育制度というのはほぼ、まあ、アメリカの目で言うと成功しなかったその改革は成功しなかったということでドイツの場合は基本的にはワイマール時代の教育制度に戻ると。 うんえー、いうことになりましたが、まあ、日本の場合は先ほどお話ししたような例に顕著、まあ、に現れるように、まあ、戦前の教育がまあほぼ否定される形で、うん、学校制度も変わりましたし、えー、あとあのそうです、ね、男女共学も、うんえー、入れられたりとかですね、えー、それから、まあ、いろんな、えーまあ、修士もはじめとして、うんえー 強化、まあ、が排除されたりとか、まあ、教育直後もそうですけれども、まあ、教育直後は、まあ、いろんな解釈があるんですけれども、えーまあ、国がなぜ国民に教育を、えー、施すかと、えー、提供するかというような理念的な中心的なものなんですけど、まあ、それがまあ否定されて、えーまあ、現在の教育基本法とかっていうことになっていったと,、まあ、というような、まあ、大きなあの。 大転換が日本の場合はあったということです、ね、現象的にはあの、まあ、そういった大きな間違いがあったであのその違いの背景にあったものっていうのは、まあ、一つはまあ国際的な、えー 政治的なそのコンテキストが非常に違ったというところが大きいと思っています。でヨーロまあ、日本もアジアにおいても、まあ、冷戦はあの後々激しくなっていくんですけれどもあのヨーロッパにおいてはあのドイツは4大連合国によって占領されましたのであのアメリカだけではなくイギリスやフランスやまあ当時のソビエト連邦も大きく占領にえ関わっているという中で あのソ連がもうあの、えー、早々に、えー、ポツダム合意をどんどん違反していくので、うんまあ、冷戦構造が非常に、まあ、顕著に早くなったということで簡単に言うとアメリカをはじめとした連合国軍に,にとって教育改革はもうあんまり二次的なものでですね、うん、あもっとやっぱり政治的なあの、えー、とかあのドイツの経済 とか工業力を回復させることの方がもっとこう先決になってきて教育改革はあまりこう政治的な重要性を持たなかったっていうところがあって、まあ、対してアジ,アジアの場合はあの、まあ、非常に冷戦がそれほど、えー、ヨーロッパほど、まあ、早期に顕在化しなかったっていうことで、うんえー、少なくとも1948年ぐらいまでは、うんあの 日本における教育改革のプライオリティは非常に高かったとっいうことですね。で、やはりあの49年に中華人民共和国ができたりしていくと、だんだんあの連合国も教育改革どころではなくなってきてですね、うん、もうだんだんもうなんか、もうどうでもいいみたいになってくるんですけれども、<laughs> ですので今申し上げたようなあの急激な教育改革。 っていうのは45年の敗戦から48年、えー、ぐらいの後半までに、まあ急あのえー、一挙に行われたというところで1、まあ、一つ目の要因としてはあのやっぱり冷戦構造の違いが大きかったんじゃないかなというところですね、うん、あとやっぱ2つはもう明らかに、えー、占領する側のドイツと日本の見方見方というか。あの 捉え方ですね、うん、それと、えー、3つ目はじゃあ日本とドイツがいかにその占領する、えー、改革案を捉えたかっていう、まあ、この3つ国際的なコンテキストと国際政治のコンテキストとそれからドイツ側の捉え方と、うん、それから占領側の非占領国の捉え方っていうこれが大きな要因かなっていうふうにあの私は考えています。うん、なるほど、あのー まあその国戦争をした国っていうかしかもひどい戦争をした国はその国民によって成り立っているのでその国民の頭の中を変えないと人間を変えないとまたいつそういうふうになるかもしれないっていうことでまずは教育から変えようっていうふうにドイツと日本に対して教育改革をしたっていうその必然性はすごくわかるんですけれど。 そ,れそ,れそもそもそういうなんか精神性を持った国民を育てたのは教育にほかならないという考え方ですよね。はい、それがあの,あのまあ人間を作ろう新しい形の人間を作ろうっていうふうにあの占領国側が教育改革に、まあ、あの介入してきたっていうふうに見、はい、えると思うんですけれど、はい、あのそれが結局その教育改革よりは。あの まあ、いわゆるこう東側との,あの力のバランスっていうのを優位に保つためにも教育どころではなくなってきたっていうこともすごく分かって面白いなというふうに思ったんですけれどあのドイツの捉え方と日本の捉え方が違うっていうところをもう少し教えていただけますか全国にとっての日本とドイツっていうんですね。はい、もうこれはあの、まあ、明らかに、えー ドイツは19世紀ぐらいまで、まあ、世界の特にドイツの教育制度もそうですしあの教育的な成果っていうのは、まあ、世界の戦争の的でしたので,、うん、でアメリカのような新しい国がやはり教育制度を構築していく段階で、まあ、ドイツっていうのは非常にこう、えー、モデル的な存在でしたし。 あの例えば有名なあのジョンズ・ホップキンス大学っていうのは、うんえー、ボルチモアのゲッティンゲン大学というふうに言われたぐらいドイツ多くの、えー、アメリカの大学っていうのはドイツのまあ有名な、えー、大学をモデルとしてこう模倣してきて成長してきたというところがあるのでアメリカの占領軍にとって えー、そのいわゆる先制的なあの教師的な存在のドイツにものを申し上げるというのはちょっとあの、えー、はばかれるみたいなところが、えー、当時の,その文章を見てても出てきてですね、まあ、とっても面白いなってあの時には、えー、占領官なんかは結構へりくだってですね大体 <laughs> <laughs> いい私たちが何言ってもドイツ人は聞いてくれないとでアメリカ人なんて大体いい何だったっけあ、えー ジャズとジン,、えー、ジンとおジャズを楽しんで、えー、スカイスクレーパーに住むことしか考えてない紋物の大金持ちだ <laughs> とかね、えー、大体アメリカ人なんてもうその程度にしか思われてないんだなんていうようなこう文章がねこう文章の中に出てくるので面白いなと思うんですけれどもあのというぐらい、えー、アメリカ側がやっぱりかなり、えー、日本 のような、まあ、強圧的というかこれがいいものだからこれを学びなさいっていうような、えー、態度で、えー、改革案は出していないということで、まあ、かなり遠慮しながら出している、まあ、これはあの非ナチ化っていうナチの排除は<え>例外としてとていうことなんですが、まあ、これは、えー 徹底的にあのかなり大学の教員も、うんおえー、大学を多くの教員が追われましたし、まあ、そこは徹底的には行いましたけれどもですからやっぱり還元すると、えー、ナチ教育の排除 まあここは万人が合意するところなんですけれども、まあ、それ以外のところではやはりドイツの輝かしい伝統を思うと、えー、新しい国のドイツがアメリカが、えー、何か民主主義教育とは何ぞやということを教えるということはなかなかドイツにとっては難しかったし、うん、あドイツに対しては難しかったというところですね。うん、で対して日本に ついてはまあ今申し上げたように、まあ、極東の 未知のというかまあほとんどまあ未開の国ですし、えー、というふうに捉えられ,られてましたし、まあ、有名なマッカーサーの,あの14歳発言があるようにあのほぼ日本っていうのは近代国家の中でもまあ成人というふうには認められていないような国ですのであのまあここは根本的に教えてあげると民主主義教育っていうのはいかなるものかということをまあ,あの 根底から、まあえーまあ、最初からら最初一丁目一番地からちゃんとこう教えるっていう、うん、まあそういった態度があの政策面でアメリカを中心としたまあ政策面で大きく違ったということがあると思います。うん、あと、まあ、ドイツの場合は先ほど申し上げたように、えー、アメリカだけではなくて西側の連合国だけでも あとフランスとイギリスがいたんですけれども、まあ、両国ともにもうほぼ経済的にも疲弊してますしあのイギリスは、えー、ドイツの占領にお金を借りて、えー 関与するというぐらい、まあ、あのほぼ、えー、名目上ヨーロッパの国ということで占領には関わらせてもらってますが、まあ、ほぼ、まあ、あまり、えー、いろんな余力がない中で行われているので、まあ、基本的には、えー ドイツもアメリカも、まあ、あのドイツの東側は例外として西側においてはあのドイツも日本もアメリカ主導で行われたとでそのアメリカがあの非占領国をこのように,ように間違った捉え方をしてたというのはこの占領教育改革があの蓋を開けてみれば大きく違ったということの大きなまあ要因の一つかなというふうには思ってます。な先生の目からご覧になってアメリカが 日本の教育に介入して、もう日本の教育っていうものを抜本的にもうひっくり返してしまったっていうことは、あの今からご覧になって、どうでしょうか、いいことだったのか悪いことだったのか、すごく雑な、ことで申し訳ないんですけど。であそうですね、あのいいことは、えー、明らかにやはり子が子として尊重される、えー、あのその教育的な理念。 これが変わったことはとても良かったというふうにまあ思います。で、まあ、教育直後戦前の教育直後もよく見てみると、まあ、明らかに今国のために犠牲になりなさいとかっていうところはやはり今の民主主義的なあの考え方とか理想とは相いれないものではあるんですけれども、うん、結構真ん中部分を見ると。 あの夫婦は仲良くしなさいとか兄弟はいたわり合いなさいとか年長の人はちゃんとリスペクトしなさいとかっていうことでまああんまり悪いこと何も悪いことは書いてないというふうなところはあるんですけれどもやはりあのまあ、えー、子が子として尊重されず、えー、国のためにあなたの命はあるんだとで教育全ては、えー、国家のためだというような理念というのがなくなり、えー、で いうところは私は非常に良かったと私はというか、まあ、多くの人が考えているところだと思うんですけれども良かったというふうに思います。あ,のあと、えー、単線型の学校制度がいいか伏線型がいいかっていうのは、うん、これは違いにいい悪いとはまあ言えないと思います。 でまあ、ドイツだけではなく、うん、西ヨーロッパの国々には、まあ、そういった伏線型の学校制度を残していてる、えー、民主主義的な国家も、まあ、ありますのでそこは、えー、いわゆる社会階層というか、まあ、社会の,、えー、その階層なり、まあ、階級と呼ぶのか、まあ、そういったものの捉え方が、えー、違うので。あの 単純にそこだけ現象面だけ見ていい悪いっていうのは言えないなと思います。あとまあ男女共学は良かったです,ですよね。<laughs> あとまあ女性が、えー、高等教育、大学に行けるっていうのも、まあえー、いい、えー、民主主義的な変化かなというふうに思います。なるほどあの今先生がおっっしゃった 単線型の学校制度と伏線型の学校制度で単線型っていうのは、まあ、ある程度その高校生ぐらいまではみんな同じような学校で同じように学べてでその時に自分の例えば能力とかあの希望に合わせて進路を選択できるって、まあ、今の日本そうですけれどももっとちっちゃい時にその10歳とか11歳とかなんかそのくらいの頃にもう自分の進路を決定しないといけないっていう伏線型。 まあ、いわゆるその大学に行くのかそれともこうあの働く方に行くのかっていうのを小さい時に決めないといけないという伏線型で必ずしもその伏線型小さい時にあに自分のこう進路も決定してしまうっていうのがあの必ずしも民主主義と違反するものではないっていうあの先生がおっしゃったのはちょっと面白いなと思ってお聞きしたいなと思うんですけれども。そうですね えとやはりこれって社会の構造全体との関係で、まあ、考えられることだと思うんですけれども例えばドイツの場合は、まあ、最近ちょっと、えー、大学への進学率が増えて様相は変わってきてはいますけれども例えばその、えー、職業グループですね職業をあの、まあ、中心的に行くルートに行った人でもいわゆるその。 職業のプロフェッショナルとして、まあ、社会的が地位が高いとかあとはその、えー、給与面でも、えー、やはりあの非常に、えーえー、劣らないというような社会全体の構造があれば、えー、大学に、えー、行かないであの大学に行くこと自と。 そのものが善とかいいとかベターであるという考え方にならない、まあ、そういった社会構造の中では、必ずしもまあ小さいとまにえそのえ職業をルートをたどりとか、あとは大学ルートをたどり、もしくはまあ中間ルートをたどるというのは必ずしも私はえ非民主主義的ではないなというふうには思います。なるほど あのいろんなこう中学とか高校に、まあ、たまにあの行くんですけれど、はい、その時にやっぱりあの多くの生徒がものすごくこう疲弊していて日本の場合にやっぱりその受験っていうのがあのいわゆる大学に学歴大学に行かないとその後こう幸せな生活っていうか安泰な生活が送れないっていうふうにみんなでこう思ってしまうので,で学校の先生方もよくそういうふうに生徒に。 言ってるおっしゃってるんですね、なんかあのそんなことをしていると、なんか入れる学校、入れる大学ないよっていう風にして、<ー>もうものすごくこう、あの生徒に、大学に行かないと、もう自分はあのなんていうかこう、幸せになれないんだのような、そういうこマインドっていうのが、なんか日本中に蔓延していること、それはすごく不幸だなと思。 でえっと、私はあの高校の教員をしていたこともあるんですけれども、まあ、おっしゃる通りで、えー、そのように、うんえー、学校の勉強というか、まあ、大学ルートに行かない、えー、だと何か、まあ、いわゆる私はそういう低変更の教諭教員をしていたんですけれども、うん、うんかわいそうなぐらい彼らは自分たちは社会にはいらない存在だというふうに思われて。うん 思っているとえー、っとまああの大阪の学校だったので彼ら、うん、どうせ俺らアホやしっていう風に言っちゃうんですよね、うん、なのであの何か進学校に行って大学に行くことが、えー、熟練校になり社会でその形で、えー、貢献するということ よりもベターであるっていう,もう絶対的な価値観がやはり日本の場合、まあ、あるなというところはあって、まあ、そうではなくてもっと早い段階から、えー、プロフェッショナルとして技能をつける、えー、ということが、まあ、必ずしも、えー、っと人間として大学を卒業するもしくはもっと上の段階の、えー、いわゆるエデュケーションのラダーというこの上に行けば行くほど人間として、うん とか人生として価値があるということにはならないと思うんですけれどねでおっしゃるように単線、まあ、型っていうのはそういういわゆる、まあ、コンペティションがもう最後の最後まで続きますから。はい あのえーまあ、そういった弊害もあるというところで、うん、必ずしも、えー、その単線型がいいとは限らないし、うんえー、職業ルートを早い人生の段階で決めて、えー、そちらの方でいわゆる、まあね、昔、えー、風に言うと身を立てるというか、うんでまあ、必ずしも。えーあの 劣っている人生でも何でもないしで、まあ、それがえ口で言うのはたや,やすいんですけれどもそれが社会全体の行動の中で組み込まれていかないと、まあ、それはあのえー、えええー、ええ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  きちんと敬意、えー、を払えるとかで、給料もそうですよね、お給料もそういったものを保証できる、社会全体がそういうふうになれば、あの必ずしも,も伏線型が、えー、非民主主義的だというふうには思えないというところはあると思います。むしろ単型の あのみんな勉強して偏差値によって大学とかその社会その後で属する社会改造が決まってしまうっていうさっき先生が教育のはしごっていうふうにおっしゃったんですけれどその一つのはしごしかない社会今の日本そうですけれどその一つのはしごの上でこう何て言うかこうみんなが押しって競争しているようなでそのはしごからあのもう落ちこぼれたらもう終わりっていう。 もうあなたはじゃあ一生はしごの外の人生なんだよねっていうふうなのに比べて伏線型の例えばドイツははしごが2つ用意されていて特にその勉強が嫌いでもだからといってドロップアウトするわけではない勉強嫌いでももっとこう自分を生かせる道があるんだっていうそれがこう社会的に保障されているっていうふうにも言えるっていうことだと思うんですけれどそうするとこう人間のまあ価値っていうかがただ単にあの どこの大学を出てとかあのどういう,こう大企業にいてとかっていうことではなくてあのやっぱり人間の価値がもっと多様であってよくてあの生き方もあのいろんなこうあの、まあ、いろんなこう多様性が評価されるっていうかそういう面があるっていうのを初めて先生とのお話で知りました。<laughs> あまりこう戦前のような硬直した形ではなく移行期間なんかも設けて、まあ、確かに、えーとまあ、10歳とか11歳でそちらの方に行ったらあともう取り返しがつかないっていうのはやはりちょっと、えー、それはもう改善の余地があるということで、まあ、移行できるような形にはなってますが、まあ、それでも日本に比べると、えー、一旦そちらの道を選ぶとなかなか厳しいっていう。 というところはありますよねですから、まあ、どちらもなかなか、えー、理想的なあの、えー、教育制度というのは難しくて <laughs> あのいろんなその、まあ、長所と短所があるんですけれどもこれもあのやはり社会の構造全体で経済の,その仕組み全体との抱き合わせでこう考えていかなければならないことかなって、うん、いうふうに思いますね。いいろいろこう例えば日本ととドイツとか そほからの,他の文化圏とかアメリカとかいろいろ先生ご研究なさってらしたと思うんですけれど先生ご自身としてはこれからの日本の学校の構造というか学校のシステムがどんなふうになればいいなというふうにお考えですかそうですシステムなかなか難しい問題だと思うんですけどえー、っとちょっとシステムはわからないんですがあのその 最近研究しているテーマとしてはその戦後あの日本とドイツが、えー、今申し上げたようなあの出発点からいかに戦後成長してきたかっていうことをこう見ていますので見ていましてであの特にいろいろこう、えー、見る観点というのは まあ、教育財政であり、あったり、まあ、教育政策とか、あと教育、えー、工学とか教育、カリキュラムとか、まあ、いろんなあの、えー、と成長の仕方各国の成長の仕方を、まあ、図る、えー、観点っていうのはあると思うんですけれども、も私の場合は歴史教育ということをずっと中心的に見てまして、やはり私の中心的なテーマである第二次、えー、世界大戦を、えー、特にですね、どのようにして、えー 両国が歴史教育の中で捉ええー、教えてきたかということをあま中心に最近は見てきました。うん、で、その分野というか領域で見ますと、ま日本は大きなま課題を抱えているかというふうには思います。で、まあ、単純にですね。 まあ、世間一般でよく言われるのは、ドイツは非常にナチの,おナチの時代、えー、とか、あとホロコーストの歴史ですね、えー、を、えーまあ、鍛錬に、丁寧に戦後、それを国籍として、えー、教えてきたというところは、まあ、非常に、えーまあ、モデル的な存在というふうに、まあ、捉えられるで。対して日本はほとんど、えー、教えてこないと。 自分たちが加害の部分であったところは教えてこないもしくは非常に、えー、不足しているというところで、まあ、あの関係各国特に、まあ、隣国と、うんえー、政治的なも問題にも発展しているというところで、まあ、比較されるところではあるんですが、まあ、ただあの私自身はあの、えー、問題はそ,そんなに、まあ、単純ではないとこっちが <laughs> 良くてこっちが悪いとかということではなくて んですけれども、まあ、ドイツもいろんなあの、えー、問題を克服しそしてドイツ自身もいろんな政治的なあの利害とか、えー、を考えながら、うん、あの歴史政策をやってきたというところもありますよね。であのなので、えー、非常にドイツはまあ道徳心が高く、えー、というような、まあ、そういう誕生的なこう見方ではないのですが。 あのそれにしてもやはり日本の、えー、歴史教育というのはあの大きな課題があるなというふうには思います。なので、えー、理想的な、えー、教育システムとか教育制度というのはわかりませんけれども私がこう中心的に見ている、えー、歴史教育という点特に、えー、非常にまあ紛糾している。えー 第二次世界大戦の歴史の捉え方とか教え方、これにはまあ大きな課題があるんだろうなというふうには思います。で内容はもちろんあのそうなんですけれどもあの、例えば教科書における捉え方が、うんえー、小さい。 まあ、教科書の、えー、調査をしますと大体、まあ、多くてワンパラグラフとかですね例えば南京虐殺とかですねあので、まあ、会社によってあの、えーとまあ、数社あって、えー、高校だとかな、えー、世界史あ日本史かだと6社。 なので、まあ、それぞれ出版社の政治的なスタンスとか、うん、考え方によって、まあ、捉え方は違うんですけれども、まあ、大きいところは一つの大きなあのトピックとして捉えれているところもありますけれども、やはり相対的に、うん、まあ、あの、それぞれ非常にコントラバーシャルと言われている事象、うん、ですね、南京虐殺とか、従軍安婦の問題とか、沖縄戦とか、まあ、そういった まあものによってはフットノートだけとかっていうところもあるんですけれどもただそれもですね日本の教科書はまあ分厚いっていうこともあるので、うん、あのそこだけ賠償化して小さいんではなくて、まあ、非常に日本の教科書は網羅的ですので、うん、まあ全ての事象がそれぐらいの扱いであるというところはた確かにまあ公平に見ないとダメだと思います。 ところだとは思いますが、あのー、 まあそういう点に関しても、ドイツの場合は、むしろ、えー、一つのチャプターをそのナチの時代に当てるとか、まあ、いわゆる他のえと時代とか事象とは違う扱い方をまあ特別国税としてやってきたというところは、日本とは大きく違うとは思います。ただ、分量が多ければいいというふうな問題ではないんですけれども、まあ、そこに大きなあの戦後の日本とドイツのまあ教育政策、歴史政策の、えー、違いは出ているかなというふうには思います。うん、なるほど。 まああの先生がおっしゃったように日本の歴史あのまあ高校で習う歴史ってものすごく分量が多いので、まあ、あのまあどこも網羅的になってしまうのは仕方ないと先生の言うとおりだと思うんですけれども、はい、でも逆にあの今こう生きている世界の私たち世界のまあ隣国もそうですしいろんな国々の私たちっていうのがやっぱりお互いにこう付き合っていくときに。 最も近い記憶っていうのがやっぱり私たちの関係を規定しているんだろうなというふうに思うとその近い記憶その例えばそのいろんな国の人たちがどんな記憶を持っているのかどんな記憶によって例えば日本人を見日本を見ているのかっていうことを知らないことにはやっぱり付き合っていけないんじゃないかなというふうに思うとなんか政治的なスタンスからっていうよりはむしろなんかこう いろんな国民の人たちが一緒に付き合っていくためにお互いの記憶を共有していくっていうことはものすごく必要なんじゃないかなっていうそういうことでしょうかそうですねあのおっしゃる通りかと思いますで、あのうんある意味でやっぱりこれってグローバルスタンダードっていうことが、うん、あのあると思うんですよねで個人の捉え方とか考え方っていうのはそれぞれあると思うんですけれども、うん、やはりあの許容できない うん、捉え方とか許容できない、えー、その歴史の、まあ、解釈っていうものっていうのはやっぱりあると思うんですけれども、まあ、そういったものが、えっと、残念ながら日本の多くのこうリーダーたちですね、うん、にはあの、えっと、認識されてないっていうところが、うんまあ、残念で。うんあの ま固、あ、有、えー、名詞はともかくとして <laughs>、まあ、いろいろこうナチ時代の政治を一つの模範としたりとかね日本の政治家がこれはあのそこだけ選挙制度だけっていう風に後でいくら注釈をつけてももう世界では通用しないんですよねそれを、えー、ナチとかヒトラーを一つの、まあ、モデルとした瞬間からもそれは。 グローバルスタンドダードからあの完全に外れるっていうことが、うんえーま、日本のリーダーたちは、うん、あのエリートたちですね、ま、政治エリート、えー、実はまあ政治家だけではなくて、うんま、いろんなあのエリート層の人たちの中に共有されてないっていうのは、えー、残念かなと思いますね、うん、あのもうあのそこが、えー、多分 先ほどの、えー、伏線型と単、えー、線型にも少し関連するんですけれども、うん、あのやはり万人がそれを理解するっていうことも必要なんですけれどもやはり社会にはそれぞれの分野のリーダーっていうものがあって、うん、その人たちがそれは必ずしも政治だけではないんですけれどもあのビジネスエリートでも政治エリートでもカルチュラルエリートでもそうなんですけれどもそういう人たち の、やはり、えー、歴史的な認識が、えー、個人的なま見解はいろいろあると思うんですけれども、そのグローバルスタンダードをこう理解していないっていうところは、うんえー、日本の大きな、何、えー、て言うのかな、えー、弱みというか、うんあのー、っていうところかなというふうには思います。で、そこを見ると、やはり、ドイツの場合は、あのーえー、例えば歴史教科書、先ほど言いましたように、 ナチ時代のことは非常に根節丁寧に書いてあるって申しましたけれどもやはりこの就職組の人たちが使う教科書ってそんなにやっぱりあんまり書いていなくてですねであのやはりこうエリート将来、えー、ドイツという国の社会のいろんな分野でリーダーになる人たちが行く、まあ、大学進学組を使う,う教科書はまあそういう。 ところにに非常に重点を置いてあるで、まあ、そういった教科書調査をするにつけあのこうひしひしとあの感じてくることは、えーまあ、ドイツの国家として国としてあの全ての人が理解することは重要だけれどもとりわけエリートに関してはあのこの歴史を、えーまあ、違う解釈をするとか、うん、この歴史をまあ,あの 国家と違う、えー、見方をするとか、えー、せ世界で受け入れられない見方をするっていうことは、まあ、あ,のありえないと。うん、でよりも、まあえー、こういった基礎知識ですよねを理解しないまま、えー、ドイツの社会に出てリーダーになることは許さないということを言ってるかのごとく、うんえー、もうこれを学ばないで。あの そのドイツ社会のエリートになることは許さないというふうに言うぐらい、まあ、あの区別して、うん、あの教えてるっていうところがある反面、まあ、日本の場合は、うんえー、特に進学校における世界史、うんえー、不履修問題 に代表されれると思うんですけれどもむしろ進学校に行って日本のいろんな社会のリーダーになる人たちっていうのは世界史はもう学ばなくていいっていうかね <laughs> あのむしろそっちはあんまりやっても受験に役立たないというところが、まあ、一つの顕著な例かなというふうに思いますので <laughs> 多くの人がやっぱりあのいろいろ歴史を学ぶっていうことは必要ですけれども <laughs>、まあ、特にそういった えー、影響力を社会に出て及ぼす人たち、うん、及ぼしている人たちがあのやはりこう、えーま、あのきちんとこう歴史を勉強して、えー、リーダーシップを取り、えー、日本の,、ま、あの立ち位置をこう世界に発信できるっていうことが私は理想かなと思います。うんうん、あのー よくその人間の発達の段階としてまずは自分のために生きるその次に自分の,あのまあ組織っていうか国とか民族とか学校とか家族その自分たちのために生きるっていう最終的に世界のために生きるっていう人間の発達段階ってそういう風になってるんだっていうことをあのギリガンが言ってるんですけれども結局理系だから世界史はいらないわっていうのは結局自分の損得のためっていうか自分のためにしか考えてない。 でその日本の,その例えばこう政治のリーダーの人たちっていうのは自分たちの国のことしか考えてないっていうやっぱりそれではあの別にだって日本の学校は日本の国のためだけにあの人間を育てているわけではなくてやっぱり世界があの平和に発展していくためにやっぱり育ててると思うんですね。それはひいては日本のためになるっていう考え方からで考えたときに。 2+2 は5だよとかいうふうに平気で言える <laughs> それは理系であっても文系であってもやっぱりそういう人間を育成するっていうのはものすごくあのあの学校として志の低いことだなっていうふうにすごく思いますし何、えー、かあの基本的にあの自分のためだけに生きる人間を自分は育成しているのかそれとも自分の国家だけにこういい人間を育成しているのは会社とか国家ですね。 それとも世界のためにあの世界の人たちと一緒に世界を作っていこうとする人間を育成するのかっていう自分が今やっていることはどれなのかっていうことを大学の教員も高校や中学の先生方もそれからあの保護者の皆さんも考えていただきたいなってあの先生のお話を聞いてて強く思いましたはいそうですよねであの、えー、数年前にあの大学の教員に私は書いたんですけれども あの実は先生が今おっしゃったような何かこう自分のこう専門だけをやっていればいいという、うん、まあそういったことが実は、えー、ナチス時代のその高等教育の反省として戦後あの言われていて、うん、あのやはりそ,のそこで分離融合ということがあの戦後の、うんえー、ドイツの教育改革が進まないというふうに進まなかったと申し上げたんですけれどもその中で 中でも唯一やっぱりこう注目されていた点ですよね。やはりこう専門的なことだけをやっている人間ばっかりをこう重宝しているので、えー、やはりこう社会として歪んだあの形、うん、なんかそういった能力を持たない人はダメな人間で、あのこういった社会に あのの利益に直結する学問をやっている人が有益で、うんえー、いわゆる上等な人間であると。うんまあ、そういった価値観が、ああいう、えー、ナチス時代のこう歪んだ、えー、社会として、国家として、歪んだ成長をあの促したっていうようなことが、えーまあ、戦後、批判として大きく、うんえー、取り立たされ、でそこで、まあ、いろんな、こう、えー なんて言うんでしょうかね。この分離融合、それからあの、シュトゥーリを向けられていう、そういったいろんなこのジェネラルなことをできる。まあ、アメリカ型に言うと、リベラルアーツとかっていうことになるんですけれども、うん、ということが、の導入が、 が再導入が、えー、歌われたと、戦後のドイツであったということを、えー、私の,その所属の国際日本研究の指揮用で書いたことがあるんですけれども、うんあの、まさしく先生がおっしゃったことですね、それがやはりナチスドイツ時代に起こり、大きな戦後の反省になったというところで、そこはあのおっしゃる通り、現代の社会にも通じることかと思います。なるほど あの本当に腑に落ちるお話でした。あのぜひこれあの高校の先生方にも中学の先生方にもご覧いただきたいなと思います。ええまたあのぜひ次回先生に教育のお話をお伺いできるのを心から楽しみにしています。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。